もっと聞いてね MBS。 いつも生放送終わりました。ゲストはイルフでした。ありがとうございました。イエーイ、よっしゃー、ハッピーでした。何が よっしゃーって。よっしゃ、初めて忘れてたよ。何回もイルフだーみたいな感じ。よっしゃ、初めて。いいよ、ね、ラジオでハッピーですを言わせていただきすぎて、うん、すいません、ね、最後言う、今言えませんでした。すいません。ギャグの使い手としてわかる。全然前も僕全然出さないんですよ。出し方ほんまわからなくなるんですよ。シュー好きな特に言うたら園長ハッピーネス。それは、うん、ほんとみんなの目がどんどん変わってくれますから。いや気にしすぎやって、だってボケやねんからさ、うん、そんなん気にせんで、俺らがおつーだおつーだって俺無限にやれんねん。こんな関係ないもん。俺が出すやつやん。こいつとかだからすぐさってやるとギャグあるんやけど、うん、逆にだから、はい、その振りが自分でなんか納得しないかわかんないかわからんけど、エルフさんあれですよね、すぐそうやって言うやろみたいな、そのなんかこう振りかぶってそんな言ったらそのギャグってウケへんから。わかりやすいな今の。そう、振りかぶってたな。そう、ほんますんねん、うん、いやなんか言われてすぐそうやってやろうって言ったのにも、うん、わかります岡村さんみたいな、すぐそんな振らんでいいねんとかね。あ、確かにハッピーですやる前も、うん、こうみんな来ますよ、行きますよ、やってる最近、行きますよハッピーですってやってます。やっちゃいますね。皆さん、すぐそうやって言うやろ。いや、皆さんがいらんねん。何やねん、それとか。そうなんですよ、思いっきり投げたいんですよ。こっちにそうもつけて。いや、ナチュラルに言わんと、そういう意味もうなんなの、ハッピーですとかでいいやん。違う、違う、みんなもうええわ。出ますよ、出ますよ、今日も。何回再放送してるだけや。今のは俺でも分かんねえけど振りかぶりすぎ、うん、俺でも分かんない。本当ですけど、うん、2人も見放されない。これもうすごく出すまでが楽しいんですよ。いやでも絶対ね、流行る、もう言い続けて流行りますから。そうです、はい、バイクだけですだけにブンブンも7年言い続けてバイクさん言ってましたから。あ、うん、やることで継続は力なりでございますからね、はい、ぜひギャグも覚えていただきまして、まずビート出てますんで、はい、よかったら見に来てください。はい、ということで、はい、来週も聞いてください。さよなら、ハッピーネース、ハッピーネース、ありがとうございます。